どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画では初心者が今買うべき安いカメラというものになります。僕ですね、よくこういったカメラの話をしているんですが、おそらくこの動画を見に来ている方は初心者の方で、カメラを今から購入しようとしていたりだとか、まあ、今から買い替えるならどのカメラがいいのかと迷っている方が多いんじゃないかなと思います。まずですね、先にお伝えしておく部分として、初心者の方、カメラを購入したとしてもやめてしまう方が非常に多いです。その理由がですね、3つありまして、まず、操作感がまずわからない、まあ、操作方法がわからないっていうことですね。でその次に大きくて、重たい、っていう原因があります。その次に、あんまりスマートフォンと画質の違いを感じれなくて、やめてしまう。今日紹介するカメラはこの3つのやめてしまう理由に、なるべくね、該当しないような、カメラになりますので、よかったらね、興味のある方最後までご視聴してください。結論から言いますと、今日紹介する今安いカメラは2機種あります。1つ目がソニーのα7C という僕の右手に持っているカメラになります。その次がですね、僕ちょっと持ってないんですが、富士フイルムの XT4 と呼ばれているこの2機種の、カメラが、本日紹介するものとなります。まずですね、安いっていうことが今回タイトルの中に入っているので、じゃあどれくらい安いのかっていう話になるんですが、まずですね、僕の手に持っているこの α7C というカメラですね。こちらのカメラは、今ですね、まあ、安くて、定価の新品とかでいくと、まあ、24万円ぐらいのものになっているんですね。ただ今ですね、中古価格がですね、なんと一番安ければおそらく15万円ほどでこのカメラ買えてしまうんですね。どれぐらい差がかかっていると、まあ、9万円もう値下がり、まあ、実質ね、新品よりもしています。新品と中古、わあ中古やだなって思う人も中にはいるかもしれないんですけど、中古の中でもすごく綺麗なものもあったりするので、まあその中から選んでいけばそこまで抵抗感とかもなくなるんじゃないかなとは思います。ただまあものすごくとにかく安くなっている、まあこれが重要です。で安くなっている理由ですね、まず α7C のスペックとその理由についてから話していきたいと思います。後ほど富士フイルムの XT4 についても話していきたいと思います。この α7C というカメラですね、発売日が、2020年の10月23日になっております。約、まあ、2年と3、4ヶ月ぐらい今経っていますね、発売してから。ただ2年前の時はすごくね、盛り上がったカメラで、まあ、非常にスペックも高くて、素晴らしいカメラになっています。まあ、何としても特徴としては、軽いっていうことですね。これがたったの 509g しかないんですね。まあ、初心者の方に関しては、まあ、このカメラが 509g と言われても軽いのか重たいのかよくわからないっていう方もいると思いますが、だいたいこのぐらいのカメラのスペックって、まあ、600後半とか 700g 近いぐらいのものになってくるんですね。でそのスペックってじゃあ何っていうところなんですけど、フルサイズセンサーっていうものがあります。カメラには、光をね、受け取ることのできるセンサー、スマホとかにもついているセンサーがあるんですが、そのフルサイズっていうセンサー非常に大きくてですね、あのより暗いところに強くなったりだとか、あとは背景をきれいにぼかして写真だったり動画を撮影することができるっていう、まあ定番というか、まあ今、まあプロとかの人でも使っているセンサーの大きさになっています。まあもちろん絶対じゃないですけどね。でやっぱり操作感がですね、この α7C、 僕もこれまあ1年ぐらい使っているんですが、まあ非常にシンプルで使いやすいと僕は思います。でそれ今ここに見せてみるとわかるんですが、まずボタンがこの上の部分に1,2,3,4って4つしかないです。シャッターを押すところと動画の撮影スイッチとモードダイヤルと、ここはまあ明るさの調節ですね、まあ、露出とか言います。そして背面に関しては液晶があって、ここにまあダイヤルがあって、まあ撮った写真の確認とか削除とかっていう、まあそこまでたくさんボタンがないんですよね。これ多い場合だとカメラによってはこれの倍以上あったりするんですよね。でそうなってしまうと、まあ
僕でさえね、まあ、どのボタンをどれ押したらいいのかって分かんなくなったりすることもあるんですよね。だからそれが初心者を使うの人が、じゃあそれ初めて使って、じゃあ使いこなせるかって、まあ難しいと思います。おそらく挫折してやめると思います。やっぱり先ほど一番最初に紹介した、まあ操作感が、操作方法が分からないっていうところになりにくいですし、軽くて小さいので、出かけるときに持っていきやすい。まあここの点においてすごくこれ優秀な、カメラなんですよね。で、しかもフルサイズセンサーを搭載しているので、スマホよりも画質が、まあよりね、滑らかに背景がぼけて、まあ印象的な写真だったり動画を撮ることができますよっていうところ。この3つの点を払拭できている、まあ素晴らしい、カメラになりますので、こちらですね、すごくおすすめなものとなります。まあおそらく安くなっている理由としては、これの上位モデルである α7-4 っていう、まあ34万ぐらいするのかなっていうカメラがあるんですけど、そちらに買い替えられている方が多いっていう可能性。あとは、パナソニックのルミックス S5-2 って呼ばれている新しいね、25万円ぐらいのカメラがあるんですが、そのカメラをに買い替えている人がおそらく、まあ、ある程度の一定数いるんじゃないかなと思いますので、その関係上、今すごく値下がりしているカメラになっております。次に紹介するカメラが XT4 というカメラになりますね。こちらのカメラに関しては、お値段がまさかの、まあ、先ほどのさすがに α7C に比べると、値下がりをすごいめちゃくちゃしてるわけではないんですが、それでもかなり下がってます。こちら今ですね、新品で買うと、この XT4 19万円ぐらいするんですね。これが今、中古市場で、まあ、おそらく一番下で買うとしたら13万円に下がってます。約6万円の値下がり。まあ、さっき9万円の値下がりだったんですけど、まあ、それでも6万円値下がりしてるって相当すごいと思います。そもそも XT4 というのはですね、XT5 っていうね、後継機。うん。この後継機が出てきたことによって、すごく中古市場で安くなっているものになります。ただ、新しく出てきた XT5 はですね、バリアングルのモニターを搭載していない。まあどういうことかというと、こんな感じで、画面を、こっち側に表示する機能がないんですよね。なので、まあチルトアングルって言われているので、自撮りをすることができないんですね。その XT5 に関しては。で、XT4 に関しては、この今お見せしたバリアングルモニターっていうのを搭載しているので、まあ、自撮りの撮影とかにも非常に向いているカメラになります。さっきのじゃあ α7C もすごい、いい感じで説明してたけど、じゃあ富士フィルムの XT5 じゃあ何のために買うのとか。なんでこっち選んだ方がいいのって、まあ迷う人も中にはいるんじゃないかなと思います。ただ XT4 もですね、先ほどの、まあ α7C すごい軽いと言ったんですが、XT4 に関しても 604g と、まあそこそこ軽いカメラになるんですよね。で、発売に関しても2020年の4月28日、先ほどの α7C と、まあ半年ぐらいの差で発売しているカメラになっていて、XT4 をじゃあ選ぶ理由って何かっていうと、僕は手ブレ補正の優秀さっていうところがまず一つあるんじゃないかなと思います。α7C にも、手ブレ補正は搭載しているんですが、まあ正直そんなに優秀な手ブレ補正ではないんですね。まあなので、まあ写真の撮影に関しては、まあ十分かもしれないんですが、動画撮影とかに関しては、ちょっと α7C のね、手ブレ補正はあまり使い物にならなかったりします。ただ、富士フイルムの XT4 に関しては、非常に手ブレ補正が優秀で、動画の撮影にも、すごく手ブレのない映像が撮れたりすることができます。もう一つがですね、まあまず XT4、まあもし気になる方は、画像検索だったりとか、実際に中古市場のカメラ屋さんとかに見ていただくと、かなり見た目がクラシックで、デザインがね、なんていうのかな、まあ、現代的じゃないって感じる人も中にはいるかもしれないので、すごくこうね、かっこいいって感じる方もいるんじゃないかなと思います。見た目が好きっていうところ。なのでそのデザイン性っていう部分でまず選ぶのも一つ面白い点なんですが、その次ですね、僕はフィルムシミュレーションっていう機能が実は富士フィルム、利用できるんですね。何それって思う方もいるんですけど、富士フィルムって映るんですだったりだとか、昔からフィルムカメラっていうものが得意だったんですね。
なのでそのフィルム時代の色味、写真、動画の色味っていうのをカメラの設定で変更が簡単にできて、エモい写真とか動画っていうのを初心者の方でもまるでね、プロが撮ったかのように、撮影することができるっていうメリットがあります。なので初心者の方で、まあ、カメラを始めてみたいけどちょっと編集まではなあんまりちょっとやる気がないなとか、そこまでちょっと難しいことまでは挑戦しなくてもいいかなとか、ちょっと簡単な趣味程度に思っている人に関しては、編集をね省きたい部分だと思うので、フィルムシミュレーションを使って、素晴らしい写真を撮るっていうところで言うと α7C よりも、上回っている点になります。ただですね、先ほど伝えた通りクラシックな見た目のカメラなんですけど、操作感も結構クラシックな部分が多かったりするんですよね。α7C だとすごくこの上の部分がシンプルな操作になってますよって先ほど伝えたんですが、XT4 の場合はたくさんダイヤルがついてたりするので、まぁ、ちょっとね初心者にとってはなんだこれってなっちゃうこともいっぱいあると思うんですけど、まぁ、最悪XT4 でもその、フルオートのモードとかを使って、撮ることもできるので、そこまで初心者の人は、こだわりがなくて見た目だけで選んでもいいのかなっていうふうに僕は思ったりもするんですけど、やっぱり、最終 7C の方が上回ってるなっていうところでいくと、先ほど出てきたフルサイズセンサーのところになってきます。光をキャッチするところのセンサーの大きさが、XT4 よりも 7C の方がフルサイズっていう大きいものになってるので、夜間撮影とか、綺麗なボケ感に関してはこの 7C の方が上回っています。ただ XT4 だと APS-C っていうセンサーになっているので、スマホよりは断然明るさに強いですし、綺麗な写真も動画もボケて撮れるんですけど、やっぱりね、圧倒的にやっぱり、元々のスペックでボケたり、あとはソニーのやっぱレンズいっぱいあったりするしね、安かったりするので、そこをね、考えるならソニーがいいかもしれないです。はい、ということで、今日紹介させていただきました、初心者が買うべき今安いカメラ、ソニーの α7C と富士フイルムの XT4 でした。カメラを選ぶときに、ぜひ考えていただきたいのが、あなたにとってカメラは何のために購入するのかっていうことです。それは、見た目のデザインのためなのか、趣味で使うためなのか、それとも、すごく綺麗な写真を撮りたいのか、それを夜間に撮るのか、どんな被写体を撮るのか、あなたにとってカメラを買うことで一番重要なことを一度考えてみてください。それに当てはまるカメラを選べばきっと幸せになれると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Thank you.